私が早く来すぎてしまっただけですから。本当？よかった。いつもビグターばっかりで直接会うなんて久しぶりだよね。ええ、本日は突然お呼びして申し訳ありません。いいよいいよ。それで今日はどうしたの？マリカさん、来週お誕生日ですよね。せっかくなのでプレゼントをお送りしたいのですが。覚えててくれたの？嬉しい。でもプレゼントなんていいよ、その気持ちだけで十分だから。そういうわけにはいきませんわ。ぜひ何か送らせてください。そうだな、はるなちゃんからのプレゼントならマリカ何でも嬉しいんだけどな。そんな、私が勝手に選ぶわけには。失礼な品物は送れませんもの。目上の方にはなおさらですわ。お嬢様って大変なんだね。そこまで言ってもらえるならせっかくだしお願いしちゃおうかな。はい、何でもおっしゃってください。じゃあね、マリカ、お嬢様っぽいことをやってみたいな。お嬢様っぽいことですか？うん、普段体験できないことなら記憶にも残るしね。将来マリカが女優になった時に役立つかもだし。そう言われましても、お嬢様っぽいことというのがどういうことなのかわからなくて。そうだな、はるなちゃん何か習い事してる？ええ、茶道をたしなんでいますわ。あと生け花も少々。生け花いいね。マリカ、やってみたかったんだ。わかりましたわ。それではご一緒に生け花を体験いたしましょう。ありがとうございます、先生。空き教室をお貸しいただいて。私が指導だなんてできるでしょうか？大丈夫大丈夫、よろしくお願いします、はるな先生。やめてください、先生だなんて。いつも通りにしてください、マリカさん。はーい、まずは何をすればいいのかな？まずは花の観察から始めます。どんな草花も一本一本表情が違っていて、それを観察して生けるイメージを膨らませていくのです。観察してイメージを膨らませる、うん、なるほどなるほど。うむ、マリカさん。おー、本当だ。同じお花でも開き方や微妙な色合いが全然違うんだね。おっしゃる通りですわ。さすがマリカさん、いかがですか？イメージできました？うん、なんとなく。この子は SNS 映えしそうでいいね。どういうことですの？ SNS と生け花に関係なんて。以前先生がおっしゃってましたわ。生け花は型にとらわれず自由な表現が大事と。マリカさんのこの自由な発想こそ生け花にとって一番大事なことなのでは？はるなちゃん、どうかしたの？
リカさん、ご自身の描くイメージでご自由に生けてみてください。自由にやっていいの？わあ、どうしようかな。は、いいこと思いついちゃった。マリカさん、花の写真なんか撮ってどうするつもりですの？いいからいいから、ちょっと見てて。できた。見て、はるなちゃん、この写真。これは写真の中で花たちが鮮やかな姿に。加工アプリでお花をデコってみたの。なんですの、これは。このいけばなは、はるなちゃん、どうしたの？なんか震えて。ひょっとしてマリカやりすぎちゃった？お花の写真を加工するのはさすがに。マリカさん、あなたは天才かもしれませんわ。いけばなを加工アプリで演出するだなんて、私考えもしませんでした。本当？いけばなの先輩にそう言ってもらえるなんて、マリカすっごく嬉しいよ。じゃあ早速投稿しちゃおっと。ハッシュタグはマリカ流いけばな初挑戦、先輩もベタ褒めで決まりっと。